どうもトレインです。本日もマリオカード実況でこと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc の GBS スカイガーデンと、皆さんにね一つお知らせがあります。よいしょ。ちょっとね僕今まで環境なんていうの、配信環境の変化がありまして、ちょっとアイテムテーブルね付けれてなかったんですけども、ちょっとようやくね準備が整いましたので、こちらね右手に、テーブルね、アイテムテーブルのね表示をまた再開させようかなと思います。まあ、と言いますのも、なんて言うんだろうな、新コースのマップもね、まあ、有志の方が作ってるんですけども、まあ、セブンステップさんという方がね、また作ってくださったんで、新コースの部分、まあ、そちらを使ってね、使わせてね、いただきまして、まあ、それも込み込みでね、配信環境も整えまして、またね、つける、運びとなりましたので、またね、つけていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。よいしょ。さあなんやかんや3までは上がってるんだけど、これ弱いなあ。サンダー回避まで狙いたいからと思ったらサンダー振っちゃって、これ結構いいな、これ全然悪くないサンダーで、よいしょ。まあこれもキノコガツガツ使って前詰めちゃいますか、よいしょ。さあ1位まで踊り出て、まあ一旦キノコ使っとくか。もうトゲゾンも飛んできたしね、まあまあまあよいしょ。さあイカスミ飛んできたけど、よいしょ。まあ2発目のトゲゾンは考えずにマグコーラだけケアしておけばなんとかなるんじゃないかなといったところかな。よいしょ。さあしっかりミニターボ、ちょっと待って、落ち着いて落ち着いて、落ちそうになったけどしっかり耐えて、ギリギリ耐えて、おおどっかいた、ありがたい。この防御が削られるめちゃめちゃありがたくて、よいしょ。さあまああとは後ろの猛追次第だけど、まあバナナ持ってるからさすがに1取れそうな気はするけどね、このレースは。いいよいしょ。さあしっかりしっかりミスクもぶちかまして、あとサンダー振らなかったら勝てる、あとはサンダー振らなかったら勝てる、オッケーだね、よーし、オッケー、チェーシャー。ふぅ、よかった。なんだろうな、3位でトゲゾを食らってから、あれだ、木のように引いてパパッと上がれたんがね、強かったね、よーし。あとはこんな感じで、ね、本日もやっていきますので、最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース、行きましょう。さあ、第2レースは、ニンニン道場を、もうこの、なんていうの、マップアイテムテーブルを見せますよと言わんばかりに進行してきてくれるのありがたいな。まあ、というのもね、俺も、あんまね、その、テーブル自体は、覚えてるかって言われたら全然覚えてない方なんで、フィーリングではね、勘で割と、スター引いたりとかは、スターじゃないな、サンダー引いたりとかしてるけど、まあ、基本よく分かってないんで、これついてくれるのはね結構ありがたいんだよね俺としても。さあちょっと事故っちゃったから、後ろからやっていきますか、よいしょ。さあこれは上飛んでコイン取りに行きたいんだけども、なあ届けよそれぐらいさ、それぐらい届けよ、それぐらいは届いてくれよ。さあちょっと苦しいから、よいしょ、コインしっかり集めてね、上がっていきたいところなんですけども、よいしょ、落ち着いて、ちょ、落ち着いて、まあ、ここら辺ぐらいだったらいいアイテム出るんじゃないかな。キラーぐらい積もってほしいけど、全然積もってくれず、前の人は引いてるんだよね、キラー。なんか俺にもくれていいんじゃないかなって思うんだけどね、よいしょ。まあ、一旦スター入れて、よいしょ、さあ、コイン取って、いやー、もうちょっと、下手くそ、下手くそだけど、落ち着いて、一旦落ち着いて、金もないからね、しっかりおコイン集めていきたいんだけど、これ上ルート通れるかな、オッケーオッケー、上ルート通れて、まあ、ワンチャンサンダー降るかもしれないから、よいしょ、一旦スター入れておきまして、オッケーオッケーオッケー、強いね、これロンキー入れますか。さあロンキー入れて、まあ、サンダー降ってくれたら結構イージーウィン狙えそうだけど、降ってくれるかな。さあロンキーでゴリゴリ上がっていきまして、よしよしよし、さあいいとこまで上がってきたよ。さあ9位まで上がってきて、サンダーがな出てるかどうかだけど、まあ、ちょっとわかんないな、ちょっとわかんないし、まあ、ここで振らないんだったら絶対にね、次のね、ショトカーのところでね、スター入れて、ケアしていきますか。よいしょ、スタージャンプ出して、まあ、ここで入れよう、ここでさすがに入れよう、さすがにここだと、振るときは振るから、よいしょ、入れときまして、よいしょ、さあ、スターでゴリゴリ上がっていきまして、さあ、5までは戻ってきてるけど、どうですか、よいしょ、ちょっと危ない、スターの人もいっぱいいるから、しっかりかわして、さあ落ち着いて、もうこれ5ぐらいでいいわ、これも5ぐらいでいい、これ5ぐらいでいい、ちょ赤コーラが飛んできてるからしっかり消して、いいよーし、まあ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 大変の5位、振ってたら強かったけどね、まあ振らなくて5位だったらまあまあ悪くない方じゃないかな。さあ第3レース目はパリプロムナード、珍しく DLC コースがねもうわちゃわちゃ出てきてくれる。よいしょー。さあどうしようかな、まずは風取って、ゴリゴリ前出ていきたいところだけども、よいしょ、ちょっと風をくれ、風をくれ、風をくれそうな人がいない、
逆にやばいやばいやばい、ちょバナさん危ないから、バナさんの人危ないんだけど、しっかりコインを回収していくスタイルで、ね、落ち着いて、よいしょ、さあジャンプアクション出してコイン少しでもいいから取っておく。さあ赤甲羅が飛んできてるかなと思ったけど、全然そんなことなくて、バナナをちょっと誰かに食われちゃってはいるけども、さあこれちょっとね、結構団子状態だから、死なないようにしたいね。ここでやられちゃうと結構苦しかったりするから、よいしょ、やられないようにね、気をつけながらね走っていきたいんですけども、にしてもなかなか5位だからね、ちょっと中途半端だね、これかなり中途半端ではある。さあ4に上がって、焼きのこか、終わった。一旦これ道を譲る、一旦道を譲る精神、一旦赤コーラ譲りますよの精神しておいて、まだ様子見る。さあここでやられないのが重要、ここでやられたら終わりなので、よいしょ、一旦4位の人のね、ケツ赤コーラを食わないようにしっかり距離を保ちながらね走っていきますと。さあよいしょ、ちょバックスナーも一応ケアしてね、一応バックスナーもケアしておいて、よいしょ。さあトゲゾウ一発も飛んでこないね、一発ぐらい飛んできてくれたら結構ありがたいんだけど、さあ赤コーラ飛んできてるか、さすがに、いやー消したかったなこれ、消したかったけど消せず、よいしょ。さあミニターボ、おーっとサンダー降る、回避強いな、その回避強いな、パーツくんパーツくん、危ない危ない危ない、しっかり食われないようにブレーキ踏んで、一旦様子見よう、一旦まだ様子見、一旦様子見の大きなしておいて、よいしょ。さあキノコ使ってゴリゴリ前詰めていきまして、風取っていきたいけども風取れず、ちょっと前が抜けてるからワンチャンもう一回キノコ積もれたりしたら美味しいんだけど、どうかな、積もれたりしないかな。ジャンプ出して、さあキノコ使って、キノコ、おいおい、ファイヤーボール、まあ暴れるしかない、いやー巻き込まないでくれよ、うーほほ巻き込まれた、いやーちょっと待って、一旦落ち着こう、一旦落ち着いて少しでも順位上げる努力をして、よし、ミニターボ出して、いやー、さあ第4レース目はココナッツモール、よいしょ、やっぱ前荒れるからね、ちゃちゃっと前出てきたいね、よいしょ、初動に、初動しっかりキノコ引いて上がっていきたいとこではあるけども、よいしょ、さあキノコ引いて、初等科の民は、まあ3人かな、俺含めて3人ぐらいいるけど、よいしょ、さあここで前出る、ここで前出れたら強いけど、ちょっと出れなそうだから、よいしょ、まあ一旦3で様子見るか、一旦3位ぐらいで様子見ながら走っていきまして、ここインツク、ここインツク、俺かよ、前出てたくね、俺、ちょっとそれ当たるのはいただけないけども、危ない、もうマジこれ止まろう、これ一旦止まってもう打開しよう、これもさしゃあない、これしょー、こういう時しゃあないからしっかり止まって、弱すぎる、スモが弱すぎる、せめてキラーぐらい欲しいけど、キラーだったらまあトゲゾウも許せたけども、君はなんか引きに来ようとしたね、あ、ちょっと待って、キノコで押されて、キノコで押されてめちゃめちゃ遅なっちゃってるんですけど、え、キラーが引けず、キラー引けないと弱いんだよな、このコース。落ち着いて、ちょ、落ち着いて。おー、どこ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 、何してんの何してんの、本当にアホ、本当に何してんの俺は。さあ、もう1位がもうめちゃめちゃ離れちゃってるわけだけども、こっから逆に勝てんのかな。こっから勝てたら逆にすげえけどな、マジで。さあ、キラー引いたけど、離れすぎだからさすがに使わないと無理で、ね。いやー、こう切れてくんないかな、ここで。いやー長いねー、地味に長いねー。もう前離れすぎてて追いつける気しないよこれ。さあキノコ使って前戻るけど、マジでここキノコキラーじゃん、キラー、オッケー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 、まだ望みはあるか、まだ望みはあるか、よいしょ、さあキラー入れて、望みあるかなーこれ、おお望みありそう。望みありそうです、これ望みあります、よいしょ、さあキラーで上がって、さあめちゃめちゃ前詰まってて、これあります、これありますよ、これ全然ありますよ、よいしょ、さあグライダーで斜めでしっかり入れておいて、さあしっかり、おお伸びて、さあ4まで上がって、さあキノコ3つ使って、よーサンダーなかったら終わってたでしょこれ。よしよし、もう大ポカをもう呼んでごまかしたら OK。 さあ5レース目はプクプクビーチのミラーじゃないわ、 200cc と、よいしょ、もう一旦集中しよう、一旦ちょっとポカミスしないように集中しよう、さあちょっとめちゃめちゃ初動押されてるけども、一旦気をつけて、さあ赤コーラ引いて、おーい、もう当たり前のように当たっていく、当たり前のように当たってって、さあ赤コーラ一旦前に投げて、よいしょ、お強いね、このキノサンスターめちゃめちゃ強いな、もう全然このままこの子と一緒にもう過ごしていってもいいぐらいのレベルだけど、多分アイテム交換しても出るだろうから、まあ一旦交換して、よいしょ、え、強いアイテムを上にゴリゴリね持っていきますと、さあ6でキノサンスターが完成して5で完成してる、
これめちゃめちゃいいな。あとは周りのアイテムに気をつけながら。もう本当に無理、本当に無理、そのパス君本当に無理、赤さんも無理、ウスターも無理、危なすぎ。ワンチャンサンダー振ったりしないかな。いやもうお前使ったのに、使ってます、使ってました、今今使ってました。よいしょ。さあちょっとコインを少し落としてるから、終わった終わった。うーん、前ファイアボール、おー引かれてる、よし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 、一旦逃げよう、一旦近距離で逃げよう。ひなさん、オーケー、でかい。さあ前がミノさんぶちまけてるから、一旦しっかりかわしていきまして、さあ詰めろ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 。なんかめちゃめちゃ赤コーラが飛んできてる音がしてる、めちゃめちゃ赤コーラが飛んできてる音はしてるけど、うっ、しっかり冷静に冷静に、よいしょ、キノコ使ってジャンプぶちかまして、にぃよう戻った、よう戻った。いやパス君食われたらさすがにきつかったかなと思ったけどね。まあトゲなしでに潜ってこれたんだったら、まあ良い方だよ。まあラスレで最終的にね意地取ります。いや、いけるかなー。ただ、ここら辺抜かしすぎちゃって、そうだよね。もう！ま、さすがにね、ちょっとあれで終わるのはね、どうかなと思うんでね、もう一ですね、やらせてもらいますと。よいしょ。いやー、なかなか苦しい展開は多いけどもね、まあ、めげずにやっていけば、必ずね、まあ、どこかで1位は取れますので、諦めない。ここで諦めずに頑張っていきます。よいしょ。さあ、なんかすごい動きしてるけど、多分あれか。メキシコの民ね。よいしょ、落ち着いて。よいしょ、さあ、ダッシュボードでジャンプアクションぶちかまして、キノコ持ってはいるけども、ちょっと周りのアイテムもいろいろいるから、気をつけつつ走っていきたいんだけど、よいしょ。さあ、これ多分いるんだよな、前に。前にいるから、一旦気をつけながら走っていきまして、よいしょ。さあ、これはまあ、キノコ持ってるし、ショトカぶちかまそうかな。よいしょ、ぶちかますけども、まあ、さすがに1位には追いつかず、これちょっとワンチャンバックスナ飛ばされても嫌なので、しっかり警戒しながらね、走っていきますと。さあ、怖いな、怖いんだけども、普通に怖い。いつ投げてくるか分かんないから、しっかりかわしつつ、しっかりライン外しつつ、走る。さあ、赤コーラ投げられて、よいしょ。いや、ケツ吸いそうで怖いな、これ。いや、水槽、怖い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 。普通に怖くて、ただ後ろもファイアーボールめちゃめちゃ投げてきてるんだけども、一旦これ全部かわしておいて、めっちゃ投げてくるね。めっちゃ危ない人が後ろにいらっしゃるけど、それもうトゲゾー飛んできたらどうするつもりなのって感じなんですけど、よいしょ。さあ、これはもうインついといて、この人怖いからな、なんとかして剥がしときたいんだけど、サンダー振ったから一旦コイン取ってジャンプアクション出す。さあどうしようかな、こっからまあダブル取れそうだからダブル取るか。よいしょ。さあダブルしっかり割って、これ取れてるかな。さあ、いや取れてるのか、落ちて、めちゃ押されるけども、これ一旦前出しておいて、いいよいしょ。まあこれは後ろ置くか、後ろをしっかり爆発しておいて、まああとは俺のツモ次第かな。さすがにこれは攻めれないな、さすがにこれは攻めれなそうだから、落ち着いて、しっかりと防御して、にさあ、おまけの1レースやっていこうかなと思います。コースはパリプロムナードと、パリプロムナードの、よいしょ、ミラーコースですね。よいしょ。まあ、やっぱね、俺といえばパリみたいなとこあるからね、よいしょ。さあ、ここでしっかりとね、決めていきたいところではある。よいしょ。さあ、風取りたいけど、もししっかり風取って、もう一回風取りたいな、もう一回風取りたいけど、風取る前に俺が前出ちゃって、よいしょ。さあ、押されもしっかりと考慮しながら走っていきまして、さあ、ジャンプアクションは出ないけど、まあ、1位は走れてるから悪くないかな、よいしょ。さあ、しっかりと、これはまあ、後ろ近いけど、まあ、さすがにすぐ投げてくることはしないと思うから、シングル割りで大丈夫かな、よいしょ。さあ、コイン引いちゃったけど、まあ、前近いから、まあ、そんなすぐ攻めてくることはないんじゃないかな。攻めてこられたらもうおしまい。もうこれ投げられたらおしまいです。これ投げられたらどんまい。さあ、これはもうさっさと使っちゃって、よいしょ。さあ、ミニターボ出していきますが、どうだろうな。後ろ、いやー、トゲゾー飛んできた。さすがに止まろう。さすがにこれ止まろう。止まれる。これ止まれるから、しっかりと譲ってって、これしっかりと譲ってって、やばい。ちょっとごめん。しっかりかわされてるけども、これイン側つけてるっぽいから、危なし、危なしで、あ、かわいそう。あ、かわいそう。なんか別ルートから来た赤コーラにやられてて、まあ、これバックスナッチしたら当てれるけども、ダブル防御が熱いので、まあ、このまま握って走っていきますか。よいしょ。
さあいいよ、いい感じ、今んところいけそう、今んところ1位取れそう。よいしょ。さあミニターボ出して、まああとはサンダーがちょっと怖いぐらいかな。トゲゾウもいいタイミングで飛んできてくれたから、まあ2発目飛んできたらマジでドンマイかなっていう気はするけども、まあそれ以外だったらね、赤コーラだったら消せるからなんとかなりそうな気はするけども、どうですか。よいしょ。さあ斜めぐらいでしっかり伸ばしてジャンプ出していけるんじゃね、これさすがにいけるんじゃね。インついて、さあ赤コーラは飛んできてるか、飛んできてはなさそうかな、ちょっとわからん。しっかりでも後ろ見ておいて、これ引かれてないっぽいね。これはいったかな。よーし、オッケー。やっぱパリよ、やっぱパリしか勝たんわ。よーし、よかった。まあ気分よくこれで終われるわ。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。